皆さんこんにちは。戸田市役所広報担当です。船津港の見どころを紹介していきます。まずはこちら、戸田市出身のサッカー選手長谷川唯さんが帰国し戸田市役所を訪問しました。紙面では当日行われた戸田 PR 大使記念品授与式と FIFA 女子ワールドカップに向けた壮行会の様子をお届けしています。戸田市は長谷川選手を全力で応援しています。頑張ってください。続いてご紹介するのは4年ぶりに開催される戸田橋花火大会の特集です。今回の花火大会は全面有料指定席となり、東西でそれぞれ違った演出で花火を楽しむことができます。子どもたちがデザインした花火が20発ほど打ち上がったり、花火の形でリンゴゲームを開催するなど、例年以上にパワーアップした花火大会をぜひお楽しみください。チケットの詳細はコメント欄をご覧ください。その他にも様々な情報が載っておりますので、皆さんぜひ広報7月号をお読みください。